1007は、プジョーが製造、販売していた自動車である。2004年発売、プジョーにとって社名にゼロを2つ並べた初の車種である。日本では1007、英語圏では107、フランス本国ではミレセプテンバーと呼ばれる。この1007以降、プジョーにおいては、従来のカテゴリーにとらわれない新たなコンセプトを持ったモデルに4桁の社名が付けられている。 1007は3ドアのトールワゴンで、全席両側に大型の電動スライドドアを採用しているのが特徴である。通常のヒンジ式ドアに比べて狭い場所や坂での乗り降りに有利である。エンジンは206と共通の1.4ルシェーチ C、1.6ルド HC ガソリン、1.4リットルディーゼルを搭載する。トランスミッションは、 プジョー発のセミオートマチック機構を持つクラッチレス5速マニュアルにトロニックを採用、オートマチック限定免許で運転できる。ただし、クリープ現象がないため、坂道発進時には後退に注意する必要がある。スタイリングは、フロントトリアは、プジョーの車内デザイン部が、サイドはピニーファリーナが担当している。カメレオキットにより、ドアトリムなど、内装の一部は、 ユーザーの好みで交換が可能である。2008年にイギリスや日本での販売が中止され、右ハンドル車の製造を終了。翌2009年には、左ハンドル車も製造、販売を終了した。2006年2月、ガソリンエンジン使用のみが、プジョージャポンによって発売された。全幅は、本国使用のままだと1 6 8 6ト、mm、ルだが、日本においては、 測定方法の違いで 1710mm となり、3ナンバー登録扱いだった。2008年に販売を終了した。ありがとうございます。